よ。ああ、情けねえ格好だな、龍二って。俺も人のこと言えねえけど、なんせ初めてエデン症候群が治った奇跡の人だからな。俺は騒がれちゃってもう大変だぜ。この勢いじゃ将来ドキュメンタリーとか作られちまうかもな。奇跡の人今井千歳なんつって。毎日検査検査でもう大変だぜ。看護婦さんが可愛いのだけが唯一、あいつらがずっと頑張ってくれてたんだぜ。だっせえ兄ちゃんだよな俺たち。まったくだ千歳。ん、すまなかった。いいってことよ。大変だよ、エリカが、エリカが。くそ、ダメだ。どの手を使ってもログインできない。こんな大規模なエラー初めてだぜ。わけがわからねえよ。なんだってこんなことになっちまったんだ。暴走したイーター・ビットがエリカを取り込んで独自の形に変化したイーター、仮にイーター・レギオンと呼ぶね。エリカの改造が進めば、あれはそう呼ばれるはずだったみたい。呼び方なんかどうでもいい。イーターに侵食されたのはお嬢だけじゃなかったのかよ。なんだってその。エリカが言うには、あのイーターはエデンにある接続部を通って、でも変化したレギオンの姿では入り口を通り抜けられず、このエラーはその結果なの。寸出のところでエリカが強制ログアウトさせてくれたから。私、エデン症候群の患者が増えた気配もないし、他の利用者もまとめて助けたってわけか。くそ、言いたかねえけど、ちょっとは自分のことも考えろっつうの。あれは、ったく。何やってんだよ、リュウジ。決まってる。エリカを助けに行く。バカ野郎、そんな体で外になんか出られるわけ。止めるな。エリカがあなたのは俺の責任だ。俺はエリカの兄でいることを投げ出した。それなのにあいつは、こんなどうしようもねえ兄貴を助けるために、助けるためだけじゃねえ、俺はエリカに詫びを入れなきゃいけねえんだ。それで今度はお前が無理して倒れるってのか。おいおい、いい加減にしろよな。なあ、お前も止めてくれ。何言ってんだよ、止めろっつうの。いいのか。お嬢と、そりゃ俺だってそうしたいけどさ。ああもう、わかった、わかりましたよ。このどうしようもないクソバカ野郎どもが。行くか、俺たちの仲間を助け出しにさ。ちとせ、三文芝居終わ。うん、み、水さすね、お前。俺たち今すごく気持ちよくまとまって。だって聞いてるだけで恥ずかしいんだもん。でもみんな仲直りして私も嬉しい。私が嬉しいってことはきっとエリカも嬉しいはずだよ。それなら直接見て喜んでもらわねえとな。クーディエ再始動だ。作戦会議と行こうぜ。うん、これまでチームを守ってきたのはお前だ。
お前が頭を張れ。リーダーをやれってことだ。いいんじゃないか。俺もお前ならできると思うぜ。うん、私も賛成。全員のお墨付きだ。やってみろ。現状の確認から始めるが、エリカの救出にはエデンにログインすることが不可欠だ。うん、でも肝心のエデンがエラーを起こして、何か別のやり方を探す必要があるってわけだ。優子、神代優子か。ああ、俺も聞いてびっくりしたんだけどよ、なんとあの神代優子が、しべがいなくなった後、神代を実質的に動かしてるのは彼女だって話だ。お嬢の治療も工面してくれたし、あの子ならエデンにログインする方法。おう、邪魔するぜ。調子どうだ。うお、あれ、フケイさん、なんだよあんたは。お台場で面倒をかけてな、それからよく見舞いに来てくれるんだ。へえ、よっよくなんか来てねえ。変な顔すんじゃねえ。そこ、いや、だがもう何度も。うるせえ。それ以上抜かすと逮捕すからな。お、フェイ、ちょうどよかった。ああ、そういう雰囲気。確かにお前らかなりヤバめの喧嘩をしたのかもしれないけど、喧嘩のレベルと違いますわ。こっちは死にかけたの。しかもこの男はユーコ、ユーコハンを狙おうとして。なんだ、俺マリか。ちょっと、あんたおまわりさんでしょ。ことを荒立てようとしないで。お前、おお、一刀両断。さすがリーダー。すまなかった。なんや、素直に謝られんのもか。もうええわ。こっちだってほんまは蒸し返しに来たんとちゃうしな。じゃあ勘違いしたらあきまへん。謝られたから許すんとちゃいます。ユウコハンが水に流せ言うたから仕方なく従うだけ。感謝するなら、ユウ…あの人素直じゃないね。お、なんだ、なんで残念そうなんだよ。バッチはその辺のけじめをつけに来ただけ。お、ちょっと待てよ。俺たち、あん？エデンがあの化け物に侵食された。確かにエデンは今原因不明のエラーで緊急メンテナンス。俺たちはお嬢を助けるために。ユウコハンはいない。ユウコハンは戦っとるんだ。は？バッチにも詳しいことは分かりやしまへん。でもユウコハンはこの怪現象を解決するために、代わりにマッチが手を貸しましょう。ユウコハンが不在の間、アンさんらの言葉を信じるなら、何とかしてエデンにログインし、侵食元である化け物。おそらくな。あそこなら行けるかもしれない。心当たりがあるの？六本木新都庁の地下研究所、あそこのログインマシンなら。あのマシンは岸辺理恵が作らせた。特ビューコハンがユーゴとしてエデンにログインするために、通常のログイン権限とは違うラインで構築。望みがあるとすれば、あのマシンしかあらへん。ユーコハンがひどい目にあった決体の場所やから、ほんまは近づきたくもあらし。可能性があるなら行ってみようぜ。いいよな。せやけど問題が一つ。新都庁は数日前に巨大なデジモンが出現して、正面から中に入るのは無理。中に…それならどちらにしろ研究所の中も防衛…そういうことなら任せな。
世界の危機とか謎の化け物の話はよくわからねえわ。おいおい、いいのか、相手は防衛ガキどもにばっかりいい格好させられるかよ。一丁派手にやってやるぜ。又吉さんにも協力してもらってよ。死の子の言ってる場合か。龍二の妹が危ねえんだろ。どうする。うわ、本当に怪現象が起きてるぜ。通って大丈夫なのか、ここ。安心し、前にも通った道や。アンさんが先頭や。他は病み上がりや境、ここはわっちが手を貸しなさい。ほな一般人はおとなしくついてきなはれ。誰が一般人だこら。こっま、そうでしたかいな。てっきりどこぞのヤンキーのコスプ。ちょうどだってね。表出ろこら。茶番はそのくらいにしろ。ちてめえとは。はっ、吠え面かくんはどっ。女子力がないっていうのかな。よく観察して反面教師にしよう。いや、お前はもう手遅れだと思うぜ。ほとんど中身お嬢だろうがな。
防衛隊員がうじゃうじゃ嫌がるな。気ぃつけなはれ。相手は国家権力。てめえ、私には舐めた態度取りやがるくせに。騒ぐな、見つかるぞ。でどうするつもりだ。任せなって。又吉さん、お願いします。おう、待ちくたびれ。伊達からの合図だ。おめえら、おう。悪いな、お前らの手まで借りちまってよ。何言ってるんですか。俺たちだって又吉さんには世話になってるんです。伝説のマタギデカのお呼びとあらば、いつでも参上しますよ。へへ、ありがとうよ。なんだお前たちは。おう、お勤め現時刻をもってここは俺たちの管轄になった。そんな話は聞いていない。どこの部署だ。俺かい。俺は警視庁刑事部電脳犯罪捜査課第一強行犯特別分署のまた通称新宿またぎデカ。覚えとけ。電脳犯罪捜査、また貴様、令状もなくこんなことをすれば。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。東京は今大変なことになっているのが、それをなんとかするためにな、俺の大事なガキどもが、あ、それに助立ちの一つもできねえで、何が刑事だ。な、行くぞ。総員突撃。おお、だ、だ、だ、始まったみてえだな。またよさん、すみません。気にすんな。又吉さん言ってたぜ、退職前に花咲かせられるんなら本望だってな。何もかも終わったら又吉さん囲んで飲みに行こうぜな。ああ、上で騒動が起きている。人を集め、はっ。やれやれ、災難だぜ。妙な化け物が出ないといいな。やあ、あ、誰が化け物だ。誰が防衛隊だろうが何だろうが逮捕す。本職の防衛隊員を一撃で。十分化け物だ。マシンは確保したぜ。早く始めちま。なんだこれ、どうなってんだ。そう簡単にハッキングできるとは思うてへんかったが。これは手こずるな。かなり複雑なプログラミングしてるぜ。こりゃ一つのマシンから複数人を送り込まなきゃいけねえし、やってやれねえことはないが。おい、誰か来るぞ。あいつらはエデンのハッカーたちや。ベイさん、水臭いですよ。こんな面白そうなことをよそのチームとやっちまうなんて。そうっすよ、エデンがダメになるかならないかなんだ。聞いたぜ、これから噂の化け物ぶっ壊しに行くんだろ。ザアン様、どうしてそのことを。あ、俺は通りすがりのハッカーだ。な、何のことだ。俺はただ、俺たちの島がわけのわからない化け物に好き勝手されていると聞いて、ハッキングで困っているようだし、よければ、手を貸して。いや、だから…うっとうしい。どいつもこいつも人と話すときは目を取れ。失礼だろうが。お前に合わせる顔がなくて、だから仮面を
ってる。そんなのただの言い訳だよな。ごめん、許してくれとは言わないよ。でもこれまでのことを償わせてほしい。お前たちこれから仲間を助けに行くんだ。手伝わせてくれ。集めたって、ザクソンやデモンズはともかく、Kの時に取った絹塚かな。それにエデンの危機だって話したらみんな自然と集まってくれたんだ。グーディーには、そうそう、私たちもザクソンに協力するとか。さよう、エデンは拙者たちの大事な活動の場、今こそチームの垣根を越えて力を合わせる。現実で居場所のなかった俺たちは、エデンそれぞれいざこざはあっただろうし、目的は違うだろうけど、呼びかければきっと来てくれると思ったんだ。へえ、やるじゃん。こりゃひょっとして強力なライバル出現か。これが今俺がお前にしてやれる精一杯だ。俺今度は本当の意味で。手伝わせていいかって俺たちに言われてもな。好きにしろ。よかったね、ユウと仲直りできて。え、ユウにあれを言えって？うん、改めてよろしくね。私実はね、私の夢はね、立派なハッカーデジモンになることなんだよ。だから君の夢だったエデンを守るレジェンドハッカーヴァンガードに。なんだよこいつ。ゆか、なんでよりによってそれ。違う、あれ。え、じゃあ、いや確かによかった。じゃあ私立派なヴァンガードになるね。なあ、頼むからこいつ止めてくれ。そんな綺麗な目で。お前これ、なんだありゃ。ほっとけアンさんだ、なんでもええから。これでなんとか3人分。ああ、ベイ、ここは俺たちが行かせてもらう。そうはいかへんだと言いたいところですが、譲るつもりがないのはしゃあない。ここはわっちが身を引きましょう。悪いな。心配すんなよ、必ずイーターを排除してエデンを元通りにしてく。その言葉、リュウジ、ここの警備は心配すんな。お前らが戻ってくるまで。ああ、迷惑かけてすまない。気にすんな。それより出ないと。そのね、あの、大胆な逆プロポーズ的な。はな、あ、あー、やめろ。私が言いたかったのはしっかり妹を助けても。どうだかな、実は。てめえは戻ってきたら鉄拳制裁だ。覚悟しやがれ、これは。と、またよしさんに体を張ってお前らに道をつなげたんだ。無駄にしたら承知しねえぞ。ああ。ログインマシンの管理は俺たちに任せてくれ。発汗工事だから、ちょ、あれから考えてたんだ。お前にとって一番の場所は、やっぱこいつらに出会ってから、お前見違えたみたいにかっこよくなったよ。でも、さ、憧れるだけじゃなくて、今度こそ、だから、必ず無事に戻ってこいよ。俺、信じてるから。みんながいてくれてよかったね。なんだか、とっても心強いよ。どうする？そうしたいところだが、中はおそらくイーターの巣窟だ。俺たちが知っているエデンとは、
全く違う世界。準備に時間をかけて損はねえってわけだな。Yeah.